まああとえ2分ぐらいですか、これ、えー、投票が、えー、締め切られるということで、えー、これで、どうでしょうかえー、っと、まもなく。 まもなく投票締め切りということで、えー、投票行ってきた、真海さん。いや、今、朝日のね、朝日のあれ見てるんですけども、えー、これでも15分前からなんかやってるんでね、あのー、大阪ダブル戦のね、これやっぱもうゼロオち が出るような感じなんちゃうかなみたいなそういう感じクロリンさん、トモヤさん、今夜ありがとうございます、えー。どうなりますかね。あと40秒、もうすぐ投票締め切り。もうすぐ投票締め切り。<laughs> じゃあ朝日がやってるからねこれいやいやマジまじですかいやそうちゃうかねうねモリ,リンさんえー、いや今朝日の朝日の朝日新聞のサイト見ながらね喋、えー、ってるんですけどういやまあ僕は出るんちゃうかみたいなねあと5秒43 出た。もう出たんじゃないですか、これ。えー、どないなったアムネスさん。投票が締め切られました。えー、真さん、えー、お茶、 バック5 0ありがとうございますマグカップも振ってきました、ねえー、これは来た来たか来たか来てない, <laughs> いやほらやっぱ2人当選出ましたゆるりさんありがとうございますえー、ほら まあね、えーまあ、もうしゃあないわよね、えー。大阪府知事選と大阪市長選で、えー、ゼ0ちが出たということで、もう、えー、っとね、大分県知事、ああ、北海道知事選。 大阪ダブル戦、えー、ダブル戦、うん、まあ予言っていうかね、あの、民でも、まあ分かるよなっていうね、感じでね、えー、北海道知事選、うん、北海道知事選もね、北海道選、など、えー、結果が出た模様。 まあまあ、しゃあないなと。ええー、今スマホでね、ちょっとやってるんでね。うん。うん。あ、あ福岡県知事選は小川さんに出た。福岡県知事選は は、えー、小川、小川氏に当く麻生さん、終わり、お、終わったか麻生さん、麻生さん、終わったかえー、今、NHK 見てますけどね。NHK 見てさあ、けどね、もうちょっとね、えー、あ、大阪市長、 えー、三重県うん島根と静岡がまだ決まってないみたいですねこれねうん札,札幌市は秋元さんが買ったんですねこれねまあやっぱ大阪自民不連がねあのやっぱもうちょっと頑張らなあかんやろうなあいうね あキャオさん、大阪、うーん、いや、そうなんですよ。だから大阪ダブル戦は、まあ、維新が勝って当たり前なんですよ。だから大阪府議選、市議選で、まあ、維新が過半数を取るかっていうね、というとこが、やっぱり焦点ですよね、これね。大阪ダブル戦は、維新が勝って、まあ、当たり前の情勢であって が、えー、不義戦、私義戦が、えー、問題である。と、えー、いうことですよ。えー、小僧君、ありがとうございます。今、YouTube と、えー、ツイキャスで同時配信してますと。 夏木さん、こうなると思ってたけど、残念すぎる、大阪とね。いや、でも、あの、接戦っていうのは何やったんや、よね。あの、自民党の情勢調査みたいな、接戦だ、接戦だ、みたいなことをね、え、盛んに言ってて、まあ、読売新聞も接戦、え、時事通信も接戦、というふうに、え、出てたんですけども、え、ー 今 NHK の出口で、まあ、圧倒的にやっぱり吉村さん、大阪府知事選が吉村さん、松井さんもかなりあの棒グラフではですね、まあ、20ポイントぐらいは柳本明さんを上回ってるのかなというようなグラフが出てますね、これね。うん みたらしい大阪から出ていきたい。<laughs> いやな、なんかその、なんか選挙で負けたらなんか出ていかなあかんとかね。でそういう問題じゃん。あ、石川さん、あ、でも鈴木直道さんね、北海道知事選。えー、もうこれもやっぱ20ポイント以上の差をつけてそうな棒グラフになってますね、これ NHK ね。うん えー、アイスクリームイちゃん、えー、なんかすごいね、なんか心配してはったみたいで、まあ結果はね、まあこれダブル戦はこれしゃあないと。えー、いうことはいるんじゃないもう、福岡県知事選もトリプルスコア以上ですね、でもね、小川さん。当たり前ですけど、えー、福岡県知事選はトリプルスコア以上の 大佐で小川氏が現職。ロロさん全然接戦じゃないと、うん。何やったんやよね。それ教えてほしいなよね。あの <laughs>、うん、まあまあまあしゃないですね。まあ、しゃあないですけどね、これ。あの、もうだって毎日新聞とか優位とか出しましたから、 これはもうしゃあない、えー。ダブル戦、維新が勝利。何やああ、いうね。面白く、面白くねえなー、っていうね、ほんまに。<laughs> ええー。あ、う、と、ん、公明党が維新にする夜、うん、まあそこですね、こんにゃくさんね。えー、いや、だから公明党が今回、その、推薦をね、 えー、あ、ごめんなさい。音聞こえてないね。公明党が、あ、ごめんなさい。ちょっと、YouTube ライブ音出しました。えー、ごめんなさい、えー。公明党が、あのー、音、えー、出しました。えー、なんで今回推薦に至ったのかということがね、すごく気になるとこですね、これね。 うん、まあだからその、まあ、ダブル戦で維新が、まあ、取ったと言ってもですねあの、今後の議会運営とかね、どうすんのかなっていうのは思いますね。街北海道も火事の推進、鈴木直美さんね、うん、いやでも僕は石川さんはね、まあ、あのなんていうんですか、これも土壇場で出馬っていうのは決まりましたからね、あの連合とか。 えー、立憲民主とかが、かなりもう最初、あの、大阪誠司さんというね、えー、しというふうに、あのー、してたのにですね、えー、それが八郎さんに、えー、なんか行ったりですね、まあ八郎さんは最初断った、断ったっていうかね、八郎さんを辞めたんですよ、最初ね。いろいろごたごたがあったからね、まあ自民党もごたごたあったんですけど、えー、橋本聖子さんがいいとかね、えー、国交省の役人がいいとかですね、 まあだからでもこれは次に繋がるんちゃうかなと石川智広さんの場合はね、参院選とか、えーラバーダックさん、どこが接戦やったよね、お前どこが接戦やねんっていうね、MN は仕掛ける方が強いのはある意味当然と、僕もそう思いますよ。いや、あの、勝って当たり前なんですよ、あの、ダブル戦、維新がね。 で,でも、それでもなんか、その、接戦っていう、えー、情勢が出たとこに、まあ、いけたんちゃおうかなという、いけるんちゃおうかなっていう、ちょっと期待は持ったんですよね。あの、最初はね、なんか、柳本さんが2ポイントリードみたいな、あの、報道っていうかね、日刊現代とか、週刊現代にも出てましたけども、まあ、そういうのが、あの、出てたと。 でも、蓋を開けたら前回とあんま変わってへんな、みたいなね。どないやねん、ちゅうねええー、竹内さん、そもそも出口調査があること自体がおかしいと。えー、スペ、スペングラーさんです。えー、柳本さんよく頑張ったね。小西さんも僕は本当に、あの、頑張ったと思いますよ。やっぱり自民党がね、やっぱもっと9月から準備、えー、大阪ダブル戦ね、維新が仕掛けるっていうのをよき、 余地というかですね、まあ,あの、なんていうんですか、するかもしれないということを想定して動いてた割にはですね、ちょっとお粗末なとこありましたよ、辰巳拓郎さんに、えー、断られ,れですね、えー、もうそこから、あ大丈夫かいなと、うん、まあでもそこからね、小西さん、柳本さんというのを擁立できたというのはね、 まあ良かったんですけども。で、まあ公明党も推薦を出したと。えー、そこまでは良かったんですけどね。うん。一週間前の予想、あ、そうそう、だからもう、だって一週間前に、あの、毎日新聞とかね、他の共同の世論調査ではもう有意出てましたからね、松井さんでね。うん、公明党は参院選の出方でほぼ予想できるかも うん、で、これ参院選ですよね、今回、維新の、えー、吉村さんがどれだけ得票できたかと、えー、これ参院選は維新はまだ2人目立ててませんからね、えー、そういう意味でも、そこはすごく、えー、気になるとこですね。柳本さんの政治生命、いや、柳本さんはこれでね、引退するって、政界引退。 って一応言い張ったんでね。まあ、それやめて参院選にね、出張ってもいいんちゃうかなと思うんですけど、まあ、得票数がね、どうなるか。えー、アルトさん、大阪自民党どこまでやったんと感じと。うん。だあんまり前回と変わってない感じしますね。えー、大阪ダブル選の出口は、えー、の出口。 えー、うち、ん、は前回とあまり変わってない気がする。えー、ほんまにねゼロうちは残念やと江間のさん、えー、維新がなぜか公明党のところに立てなかったりしたら密約。うーん いや、するでしょう。いや、公明党でその辺はもう、すごい割り切ってますからね。えー、でも、ピーちゃん、地位市長選は予想通りの結果でしょ、と。いや、いや、だから僕はまあ、一週間前にあ、ちょっとこれはあかんかなと思いましたね。あのー、あの、優位っていう、松井さんが優位っていう、えー、毎日新聞の調査が出てですね、 えーまあ、府知事選も吉村さんがリードでまあ「朝日新聞」でもどっちもやや先行、えー、っていうのが出ててね、うん、いやこうなるとねこれやっぱりね、あのー、難しいなと思いましたね。 ただその北海道、北海道じゃないね。ただその組織票ですね。やっぱ今回公明党が推薦したということで、その組織票の流れ、どこまでこの強化できるのかなというのはすごく気になってたんですけども、まあそれでもやっぱりあんま変わってへんのかなと。まああとはまだ開票始まってませんからね。あの、そこはわかりませんけども、選挙マニアさん、 北海道は石川さん,だ、ねうんまあ、石川さん石はだから参院選とかにもねあの、につなげれるんちゃうかなと。だから奥さんも金衆院議員でしょ、石川香織さんね。うん。だ負けてもねあの、石川さんは次また出張ると思いますよ。いや、むしろね、いろいろあった割には、えー、やったんちゃう。 頑張ったんちゃおうかなと思いますよ。もう船子ぽさん、維新と自民、プロレスじゃないでしょうかと。といや、だからね、やっぱり大阪自民がもうちょっとね、あの、あんま前回と変わってへんかなっていうね。なんか共産党のなんか、あの、が、どうのうのみたいな、ああいうことやってもね、その、票増えへんで、と。 むしろやっぱり、その大阪と自民党と公明党の候補なんですっていうのを強く言ってた方がね、まだよかったんちゃうかなと、うんまあ、でもそれでも届かへんなっていうで、投票率も、えー、さっき朝日新聞の中、あのー、ライブ動画見てたらです、ね、やっぱあんま変わってんねんと、50%ちょいぐらいちゃうかと。 まあそんなもんやろうなと。うん。だこれもうちょっと低かったらね、あの、組織票が生きてきたかもしれませんけど。えー、キャオさん、敗因は自民の支持層固めができなかったことと。うん、そうですね。なんなんやろうなっていうね、こう、衆院選ではね、こう、あの、大阪市では維新、 全敗してるのに小選挙区でね、うん、なんでこう府知事選、えー、こう市長選になるとダメなんかなっていうね、うん、あの維新以外の党の、あのー、票数合わせたらですね、まあ、維新には余裕で勝てるんですよあれ、えー、何秒か忘れましたけども、うん そこが、だからもうちょっと、まあ、次、次の課題でしょうね、これね。えー、高村さん、こんばんは。えー、官邸は大喜び。えー、菅さんをはじめ、会見勢力の意思に弱くなってほしくないと。うあん。まあ、ただね、やっぱり、あの、だこれでダブル戦じゃなくて、やっぱり問題はやっぱ不義戦、死議戦なんですよね、やっぱりね。うん。 あのダブル戦は、ねまあ、維新が勝って当たり前ですから、これ。あ,のー、あとはもう、府議し、でも、不義戦も、ねあのー、維新が不戦勝というかね、えー、もう他自民とかはの対抗馬出さへんとかっていうのが結構あって、まあ、すでに無投票で、えー、8選挙区ぐらいは維新が勝ってるんですよね、取ってるんですよね。うんだからあと、ね、人食う えー、がいくつあるのか忘れましたけど、十何千局あったと思うんですけど、まあ、そこでのこう、えー、不義戦の、あの、勝負っていうのは気になりますね。え、うん、やささん、お疲れポポンちゃん、維新いらんと。うん。いや、もう僕も維新はいりませんけどね。いや、大阪だけなんやっちゅうね、これ。兵庫とか全然あかんでるね、俺ね、維新って。全国的にはあかんのに。 大阪だけではね、ほんまに。えー、そうですね。出口調査選挙の面白さをそぎ落としますと。まあ、いやまあ、でもこういうのがね、あの、僕はこういうのをネタにして喋ってるわけで、<laughs> 出口調査とかね、あの、情勢調査とかね。<laughs> えー、まあ、それはそれで、えー、僕は好きなんですけど、鈴木さんの、鈴木直美さんの個人人人気は強すぎた。 ちゃん大阪自民があかんといや。それは大きいと思いますよあの。やっぱもうちょいね、もうちょいないかと。えー、あ札幌市長さん秋元さんね、埼玉浜松は鈴木さん、広島市長は松井さんと、えー。知事選無党派層,党派層が吉村60%入れてると。うん もう小西さんもね。や、悪くはない。こう、副知事としてね。あの、頑張ってたっていうのはあるかもしれませんが、ただやっぱりね、もう自分でも地味って言ってましたからね。いや、だから僕はポスター貼り替えたりとか、あの、ずっとポスター一緒でしたからね、最終日までね。まあちょっと途中であかんのちゃうかなと思ったんちゃうかなと。もっと笑顔のポスターに貼り替えてみるとかね。うん 悪くはないんですよ。あの、結構、あの、狂人好みな小西忠和さんはね、そういう候補や党と思うんですけども、ただ一貫知名度も、えー、浸透するにもね、時間が長すぎたと。北海道は、そう、野党のね、候補か、決定過程に、えー、こだ、ね、どっちもぐだぐだでしたよ、これ。 福岡で麻生さんの立場がなくなったと。いや、だからこれが、今回福岡県知事選はね、やっぱほんと麻生さんが、ええー、と聖引退してもおかしくないようなね、こう負け方だと思いますよ。トリプルスコア以上でした、手口調査の。もう圧勝。ええー、こっちはやっぱ公明党が乗っかってるんですよね。現職の小川さんにね。 なんで大阪ではそういうのにならへんのかな、いうね。難しいね、選挙。えーえー、問題は不議会そ、問題は不議会、市議会ですよね。こっちですからね、これ。これが11時頃に確定するんちゃうかな。うん えー、月影さん、維新の太鼓は有名人で、うん、いや、だから僕は辰巳拓郎さんで良かったと思うんですけどね。うん、まあ出ないって言ったから、もうしゃあないですけど。まあ、あ辰巳さんも出るって言ったら、なんでこんなタレントがとかっていう批判ありましたけども。ただやっぱりね、加藤もだたらそういう候補出さなあかんねんでと。うん、ゼロブーニャンさん、ゼロ地党格とはねと、と、うん。もし住民党になっても、渡航罪否決されると思ってるけど、 問題は政令市存続の,の選択肢がね、うん、ほんまに。まあでも、え、し市議会、府議会で維新が過半数取らへんかったら、もう都構想は終わるんちゃうかな、なじゃないですか、これ、えー。どうなんでしょうかね。法定だ法定教で都構想を潰したらいいわけですからね、こう都構想に関しては、うん。まあそれは今回公明党が明確にね、 えー、あの反維新勢力となったことによって、やっぱ都構想は難しいんちゃうかなと、うん、思うんですけどね。大阪市民に限っては都構想、えー、反対の方が多かったと思いますよ。まあ、賛成が多いっていう、ね、結果も、えー、なんか出たっていうのをなんか見ましたけども。うん、山弘さん、えー、カンテレのね、あの なんていう名前か忘れましたけど、ニュースキャスター。えー、勝つぐらいと勝てへんでと。えー、国民、国政の自民には入れるか、大阪の自民は嫌いという有権者も多いと、うん。どうなんすかね、これね。安倍さん応援演説来ないと。うん、いや、小泉進次郎さんも来なかったでしょ、これ。うん。無党派が吉村さんに入れて、大阪自民が割合。 吉村さんに入れてると。うん、公明党がまだ小西さんに。だ公明党はね、ほんときっちりね、仕事やってくれてるんですよね。いや、そういう意味ではね、公明党ってほんまに、あの、いや、僕は批判もしますけど、あの、やっぱりきっちりやってくれてるんですよね。だから自民党がやっぱり、支持層を固めてないっていうのがね、あかんのちゃうのと。徳島県知事選、間垣さん。 えー、自民、公明、県の現職は勝利、後藤田正純衆院議員の推薦を受けた、えー、岸本さんは敗北と、えー、徳島、えー、無所属の方です。うんまあ、ねこれ、次回は賛成を上回ると思います。 前回と同じ、大阪自民、えー、あ,あかんのちゃうかと。うん、大阪お公務員の応募が過ぎる、うちの父親、うん。いや、公務員の応募っていうかね、維新の応募が過ぎるっていうふうに、えー、思ってほしいですけどね。大阪維新の人通力、え健、ー、在かと。うん まあだから、もともとに、だから、大阪の維新っていうのは、自民党から分裂してはできたとこやからね。あのやっぱり地盤はあるんですよね、そもそもね。うん。ほんで、テレビの影響力とか、えー、そういうことを考えると、やっぱ根強い。うん、まあね、うんえー、ここまで維新が支持されてる。素晴らしい政治をしているのか。 いや全くしてないと思いますけどね。うんまあ、イメージとかね、そういうのにちゃうかな。大阪マスコミが維、ね、新支持者、えー、95%の票を固めると。一緒に自民は55から60%程度しか固められずと、うん。と、あれ全然ダメやんね。お前4割ぐらいは、えー あの維新に流れてるってことは自民党の票がね、なんやねんっていうね、大阪マスコミが、うん、いや大阪のマスコミもね、維新にだんだんね、批判的になっててよかったんちゃうかなと思うんですけど、あと対立候補が公務員出身ということも、維新支持者の公務員嫌いにつながってゼロ打になった。えー、まあどうかなと。 いやまあそれは分かりませんけどね。過半数取ったらね、うん、だから不議,不議会、不議選では過半数取る可能性はあると言われてますね、維新がね。うん、安倍さんと一緒で意気吐くに、嘘つく人たち。島根県知事選、丸山氏が、えー、あまだこれ、出てないですよね。えー、これは分裂選挙ですね、島根県。 えー、現職盤石、維、え、新、ー、反対勢力を罵倒するやり口が面白いかった、うん、だかそういうのもありますしね、うん、えそうキムさん、三原淳子さんの演説ひどかった。 辛抱みたいなのが大手振ってるようでは、関西メディアはダメダメだこの間なんか辛抱さん番組やめはったんですか降板したんですかねあれね。なんかそんなん出てましたね、うん。やっぱりね。やっぱり辛抱さんがね、あかんといえば上岡隆太郎さんがね、言ってましたけど、<laughs> 辛抱に継ぐ言って言ってましたけどね、これ覚えてる人はかなり、 <laughs> あのおっさんやと思うんですけどやっぱ上岡さんはすごいなと、えー、<laughs> 思いますけどね <laughs>、えー。都構想市民出口は6割弱が賛成ええー、どこの出口なんですか朝日なんですかこれ、えー、ヤギヤギの箱さん維新完走あっても公明と組むと言い出したら、えー、うん。 公明党がね、どういうふうな、こう、対応を出るかですね。あの、高槻のね、あれどうなったんかね、松並、維新は松並健太さんが、えー、あの、なんていうの、公明党の資格みたいにね、出ると、えー、いうのが、ね、え辛坊二郎さん、元アナウンサー。今、なんか、この間番組おりましたよね、僕、あんまり、えー 詳しく知らないですけど、責任者出てこい。維新の応援に百田さんが来てた。えー、大阪市も当然、政令市廃止を選ぶのは前回から勉強してないっていことで終わってますねと。終わりってますね、ほんまねえー、絶望的。これがみんなは都構想やればいい。うん、カジノもやればいいと。うん、もうなんかだんだん投げありになってきたんちゃうこれ <laughs> いやいや、元アナウンサーというのはの維新のスピーカーいや、そういう人いっぱい多いでしょ、最近。えー、ねえまあ、それはもう自民党のスピーカーみたいな人もいっぱいいるわけ、ね、時事通信の田崎さんとか、まあ、安倍政権のスピーカーですかね、えー、長谷川さんだったりね、うん、大阪市民があ,あかんと、えー、川崎さん、こんばんは。えー まあ大阪市議選のね、あの、この花くどうなのかると、あの、共産党と公明党、えー、あと維新ですか、あれ、うん、でしたっけ、えー、隣の福島さん、ちゃぶ台ひっくり返してしまうような感情ですわ、と。うん、いやー、もう本当にね、もうちょい、もうちょいなんかいいとこ行かへんかったかな、ってね。吉本も味方につけて、まあ、吉本芸人がね、 ええー、まあ、酒井市長選の時なんかはですね、こう、応援に来てたりしましたからね、岡健太さんだったかな、岡優太さんか、岡健太さんから、あと、えー、アイドルのね、なんか NMB の、えー、なんかアイドルの子がです、あと池のメダカさんも、えー、井市長選の時はね、維新の候補の応援に来てましたよ。喋ってることはね、あの、全然、応援と関係ないことなんですけども、 えー、なんやと思いましたけどね、うん。林さん、えー、左右の対立軸とは別に構造化への賛成反対の対立軸があると、えー。改革しろという風潮が強いからと、うん。だから改革、改革言うてたらね、なんか聞こえがいいのかなと、うん、思ったりもしますけど。まだ開票始まってませんからね、これね。 ま,まだ、まだ開票は始まってないっていう。えー、もう、もうその時点で開票は始まってないっていう、この、えー、っていうね、あれなんですけど、もうね、まあでも、まあこんなもんやなっていうね。えー、維新の清水議員も元アナウンサー、あの、兵庫のね、 えー、天気予報やってた方ね。百田さん、高須さん、辛坊さん、ひどかった、えーうんまあこの。この人たちはね、あの <laughs> 大抵あれやろよ、ね、言うね。ウッチェロミキさん、テレビは大阪も兵庫、な、え、ら、ー、京都も同じでしょ、と。うんまあ、関西圏はね、あれや、同じなんちゃうかなと思うんですけど。えー ここで教員死亡者がますます大阪の公立を選ばなくなる。だほんまに教師が逃げていきますよ。あの、大阪市では、大阪市で学校の先生やりたいって思う人がねあの、学力落ちていくと思いますね。もう本当に、そういうのはあると思います。病院もインフラも売却してマンションを建てて豊かになるのだろうと。こう住吉病院とかね、ほんまにこう、 いや、あの、だ市民に切実な、こう、インフラっていうかね、病院とか、あの市民病院とかね、なくして、えー、そういうでなんかいいって思ってるのがちょっと僕はよくわからへんなっていうね。まあ改革、改革っていう、言えばえぇ、ー、納得してしまうのかなとあ。市長の顔。大阪のイメージ落ちた。うん。もうちょっとね、なんか、その、 まあ、こんなん言ったらね、医師に入れた人は気悪いかもしれませんけど、もうちょっとまともな判断をできる、えーね、計算高い大阪人かなと思ったら、えー、っていうね、僕は思いましたね。ポポンさん、大阪の人たちは東京に対抗した気持ちもある程度あると感じますが、もう、船子ポーさん,、うん。いや、どうでしょうかね。 いやらでもね、あんまそんなんないと思いますけどね、あれ大阪の芸人とかが、なんかやたら東京進出とかね、東京を意識してるだけで、えー、実際はそんなないと思います、うん。いやだってね、これもまた上岡さんとか言うてますけど、東京って地方の人の集まりですからね、大阪は大阪、 で、ずっといてる人で、東京っていうのは別に東京人っていうのがいるわけじゃなくて、全国各地から集まっただけですからねうん、まあこ。別に東京ディスリじゃないですけどね、これね。<laughs> いや、でも東京って実際、地方から集まってるだけやんと。江戸っ子って呼ばれてる人はそんなね、あの、実際いてませんからね。北海道のイメージ落ちた。全部イメージ落ちた。 21位から議会の開票が順次あるとで。これが注目ですよ、やっぱり。大阪府議選、市議選。大阪万博市が追い風になったのかなとうん。いやー、どうなんですかね、これ。森のうさぎさん、大阪もだめ北海道もダメでした。えー、もうみんな負けたらもうあの、大阪ダメとかね、北海道ダメとかね。幕 <laughs>、えー、真弓さん。 ゼロ地で出るなんてアホかいなと。うん、ほんまに。松井さん、競争、競争と政治、竹中路線まっしぐらと、うん。まあ、で、だこの間あの、去年、去年じゃない、もう2017年ですか、あれ衆院選の時なんかね、えー、橋本さんと竹中さんと、えー、松井さんと小池百合子さんがね、えー、大阪で会談したっていう報道があってね、 その後にその三途物語って衆院選で、えー、都民、都民ファーストちゃう希望の党と維新の会と、えー、名古屋のね、減税日本、えー、がなんか手を組むみたいな話ありましたよね。うん、川崎さんこんばんは。川崎さん人気あります、ね。川崎さんお久しぶりです。相模原市長選、えー、は、 元村健太郎さんが当格と。誰やねんなんて言うね無所属。無所属っていうのはわかんないですね、これ。えー、元衆議院議員、えー、っていうのは、えー、非自民、非共産を歩みたい、えー。希望の党の人やったこれ。いいのか悪いのかね。 えー、まあまあ、あの、自民が負けたいではいいんじゃないかなと。えー、この花、区役所到着したと。あ、これから開票がね、始まると、ちょっと教えていただければ。えー、負けたかって捨て鉢になるのは良くないと。いや、ほんまそうですよ。あの、いや、あの、な、中ね、あの、 負けたら全部その勝った方の言い分に従うとか、そういうわけでもないんでね、本当にね。えー、えー、大阪人は自ら首絞めることになる。捨て鉢になっちゃダメダメ。えー、相模原市長選。野党系なんですね。でも,でも希望の党でしょ、この人。あのー、ちょっと微妙です。まあ、自民が負けたという意味ではね、良かったですね、これ。 相模原市長選。大阪も北海道も会場を作られて衰退直線、うん。いや、結局ねいや、そういうことなんちゃうのと、うん。大阪の悔しさは大阪で晴らす。なおのこしを、宮本武さんね、当選させないとならないと、うん。いや、だからこれで今回ね、その野党がそのね いいとこを見せれるかどうか、存在感を見せつけられるかどうかっていう問題もありますからね。お疲れ様。知事、市は改革の意味で維新が勝つだろうと思ってたけど、都構想の問題であれば住民サービスという生活に直結した問題になるので、その辺をメディアが取り上げれば住民投票は否決されるだろうと思ってるんだけど。とおね いや、今日のでもその、6割が賛成とかってどこの出口調査かわかりませんけど、それ見るとちょっと不安になりますね。さすがに、あの、大阪市を政令指定としてなくすっていう選択を大阪市民がするとすればね、もうちょっとさすがに、えー、っと思いますね。うん、ここで買えた品種を返たけど、大阪はきちんと身が示したんやろと。 沖縄同様地味に入れたくないけど、野党に入れると、維新くらいや、うん。まあそういうのもあると思う。では、これ民意ですからね、これね。あのー、これ別に民意を否定するわけじゃないですけども、ただ、ただその選択は正しかったかどうなのか、えー、いうところになるとね、あの、疑問、疑問がありますよね、ねえー、ちょっと待ってね、えー 最年少、えー、本村さん、市民派賞誕生をキャッチコピーしたと。お参戦現象を何倍も見,見かけたと。現職を破ったんですね。これ、それはすごいですね、これね、えー。加山さんという方、加山敏夫さんというのは相模原市長選では現職やったんです、これ、ね。放送機入れたちょっと待ってくださいね、これね。 えー、ちょっとつなぎ直しますねこれつなぎ直しますえー、つなつなぎご配信どうやろうねちょっ,と待ってくださいねちょっと YouTube ライブがねちょっと 切れたみたみいです、えー、これどうでしょうつな,つなぎ直しました、YouTube ライブ。こうなったら公明党弱いん。なんかね、今そういうとこは見れそうですね、公明党ね、えー。洗脳される。東京生まれ、東京育ち多い。んいや、あれ、でも都心とかは。 地方の人多いんちゃいますいや、よう分かりませんけどね。よう分かりませんけど、ね、うん、もう、なんかもう、ちょっとあの、あの、ちょっとあの、あの、ああアホとかバカとかそういうのあんまりょっと読めないんでね。えー、まあ、書くのはいいと思うんですけど。えー、大阪府議、市議、維新をいや、府議、府議選は維新が、えー、不戦勝というかね、 他の党が候補立ててないとこも8千0曲ぐらいあったと思うんですよ。大石秋子さん通ってほしいと。不義選えー、淀川区でしたっけ東淀川区か淀川区での大石秋子さん。あの、山本太郎さんもね、応援してた方。も、ま、う、あ、この方がどれぐらい票を取るのかなっていうのもね、気になりますし。まああと昨日配信した、えー、共産党の、えー、5人の方の えー、当落っていうのもですね、すごく気になりますけどね。えー、まあ、頑張ってほしい。ちゃんとした民意という意識が今の方々にないのかなうん。まあだからね、まあその辺がその、こうね、まあ伝え方とかそういうのは問題なんちゃうかなと。ネット中継議会放送内。うん議会も、まあ、そんな見てるわけじゃないんでね、みんなね。特攻想を徹底的に研究して問題点を 暴き出さないといけないと。えー、秘え否決されへんと思います。カジノ、破産者続出して気づくと。うんまあ、破産者がっていうか、カジノに行きたいというか、どれだけいるのかなっていうね、かなり入場制限っていうかね、すごく厳しくなってるんでね、そこまでして行きたい人というか、どれだけいるのかなという。 まあ、マネーロンダリングとしての、えー、カジノっていうのはね、あのー、あると思うんですけども。だから、闇の勢力がね、マネーロンダリングのためにカジノを利用すると。えー、ただ、両替しに行くだけっていうね、そういうの、やり方はあるかもしれませんけどね。いや、結局思ったほどね、今、パチンコ屋もバタバタ潰れてますからね、今ね。 この間まであったパチンコ屋がもう廃墟みたいになってたり、えー、そういうの多いですかね。うん。キャオさん、私は楽観的に生きるので、これからも大阪市で頑張る。いや、そらそうですよ。いや、そらそう。いや、そんな中ね、ちょっと選挙で負けたら捨て鉢になるっていうのはね、本当とよくないですよ。こんな。諦めたらあかんと。えー、なんやかんや言うて、その、 粘り強くね、皆さん頑張ってきたから今回公明党もね、やっと維新に、こう、半、半旗翻したっていうところもあるんで、うん。じゃあまあ世論のね、こう、あの、流れっていうのはやっぱ変わっていくもんですから。えー、マネーロンダリングが最大の問題と。うん、だカジノっていうのはそういうところが一番大きいんですよね。一般客はそんなにね、こう、 あの行かへんと思いますよ気になります、西山さんね、西山麻美さ,さん、えー長いえー、名古屋市中区、今回愛知県議選ということでね、かなりね、やっぱりあのハードルは高いと思います、もう正直で、ね。前回の市議選やったらね、えー、あのいけあの楽にというかね、行、えー、けたかもしれません。だその辺がちょっと気になりますけどね。い痛い目、見んとわからん。 パチンコ離れしてるからカジノに行くとは限られる、えー、と思うと、うん、そうだよだカジノって何があんねんっていうねポーカーとかスロットとか、うん、またパチンコの方が遊びやすいんちゃうかなと抹茶さんね相模原日本第一党桜井さんたって相当な危機感があったと逆に出たとああ そうやったらいいですけどね。神奈川ですもんね、相模原市ってね。本当そのヘイトスピーチの問題とか、えー、もう、選挙中になんかヘイトみたいなのができるとかね。そりゃ嫌やろうな、と。えー、大阪東京大使の愛知に、えー、県内総生産で抜かれたことは課題があると思います。私は終わりの始まりだと思っています。 <laughs> なんか,かな、悲しいですね、皆さんね。これ日本共産党が、えー、日本の暮らしを良くするんやな。小野さん、ありがとうございます。えー、ミッチーさん、公明党は自民党を推薦してるけど、実は維新に入れよう、や言ってたかもしれないですね。裏で何をやっているのかと。いや、公明党は、まあ、そういうことすんのかなっていうね。う いや、それやったらこう、推薦に回らへんかったと思うんですけどね。いや、自民党がやっぱり支持層を固めてないっていうのは今回の、あの、問題なんちゃうかなと。キャオさんの意見がお聞きできて、ありがとうございますね。もう、キャオさんも本当に、えー、ねえもう、ダブル戦で復帰してくれはったという感じですからね。いや、頑張ってほしいです。これからですよ、いや、やっぱこれも、 あの、なんていうんですかね。かこう急に流れて変わったりするんでね。本当に。昨日、なんかロシアでね、えー、全然やる気のない普通の主婦がですね、えー、反プーチンの人が多かったから、えー、まさかの当選っていうのありましたよね。どっかの市長選でね、ロシアで。えー、カジノの池に。 破産させられた大阪人がレミングスネズミみたいにならないこと,と。いや、僕意外ともうカジノはどうなんやろうね。ういや、あんまりいかの大阪でもいかへんのちゃおうかなと思いますけどね。入場料高いでしょう。8000円とかやったんちゃおうかなっていう。カジノは大宣伝打つと。まあ大阪駅でね、カジノの宣伝っていうのは イベントみたいになってカジノ業者がね、えー、もうなんか3時間に1回ぐらい海外旅行をプレゼントしてたっていうのありましたけども、そこには僕も抽選で並びましたけどね。<laughs> 並んどんのかやよね。ストロンチウムさん。横浜もカジノに向けて加速すると思うので、迷惑せんばとうん。誰も、誰が喜ぶんやよね、カジノができてね。 6000円ですか夫婦で行けば12000円。そんなところにカジノ行くんやったらね、まあ、埼玉のムーミンパーク行った方がいいんちゃうかっていうね。入場料1500円っていう。えー、<laughs> カジノと、カジノとムーミンパーク一緒にすんなよっていうね、えー。お声もあるでしょうけど。横浜のめり込む。維新は一、えー 公明は石に傾くかなと。キャオタンやんかだとキャオさん大人気ですよ。西山雅美さ,さん、可愛いね、本当に。まさか昨日、えー、お話できるとは思ってなかった。一夜にして億万長者。うん、大阪でそんなありえんのかなと。エンタメ経全面売りだリカさん、こんばんは。ありがとうございます。もうさんもねいろいろ今回の選挙 心配しはったと思うんですけども、うんまあ、ちょっとね、まあ、残念な結果にはなりましたけど、西山雅美さ,さんは前回、名古屋市議選でギリギリ当選ね、本当そうなんですよね。えー、それでも共産とは快挙だったと。おえーうんまあ、まだまだね、えーまあ、若いですしね、若さでゴーンと、えー い言ってほしいのと。えー、清水忠さんがバッチつけてくれて嬉しいですと。うん、そうそうそう。清水忠さんがね、まあ、今回宮本武さんがね、えー、大阪12号線に、えー、立候補を表明することによって、えー、清水忠さんが繰り上げ当選になると。えー、いうことね。まあ、あそれは嬉しいんですけども、やっぱりこ宮本武さんがね、本当に、ちょっと、あの、勝ってくれないとね、本当に。 えー、というの思いますよ。マカオのカジノリゾートの規模、えー、とか見たら、えー、日本で一番一番カジノを作ってうまくいかん。ま、あそうやと思いますよ。だって、あの、この間あの、カジノ法みたいなんで、そのホテルの大きさが、えー、何平方メートルか忘れましたけど、甲子園と東京ドームを合わせたぐらいのホテルを作らなあかんのですよね。えー、それが必須だと。うんえー それは、なんか、そこまで人集まんのかなと。なんか経営破綻っていうのがね、目に見えてるのはな気がするんですけど。うちの県議選、武藤隆也さん落ちたかな、えー。まだ、まだ開票始まってないでしょ、これ。滋賀県ね。武藤さんは、あの、滋賀県議選にね、出会,出会ったということで。えー 立憲がおつ井さんの大阪2区に3人立てた市議候補が、大阪2区ってあ安倍野とかですかね、えー。大阪2区ってどこでしょうかね。でにうん。安倍野とかですね、これね。えー、安倍野、安倍の立憲の候補っていうのは意外と行くんちゃうかなと、名前忘れましたあの、眼鏡かけた女性の方ね。 あのネットではすごい応援されてましたね、立憲民主の、うん。公明党支持層の家にもね、ポスター貼ってたの見かけてるのよ。そこそこ行くんちゃうかなと。わかりませんけど。公明党は日和のは想定内だけど、市長選はワイン州じゃないとも事実で、えー、今回、えー、ここまでやっちゃったまさに、今後どういう態度見るのか見物だなと。ほまやね。えー ま、選挙行ってくれないとね、ロボーペンギンさん、えー、大阪フォーチュンさん、大阪石で、ね、固まった。わらわら。カジノは聞く外国人観光客じゃなくて日本人狙いなんですよね、と。そうそう、日本人があのターゲットですからね、これカジノ。えー、いや、だから余計にね、ほんまに、ちょっと、宴、え、会、え、なと。コーの字はあるけど、えー、めちゃめちゃ。 まあどれだけのね、ひょうとな。なんいつもで飲みすぎて酔っ払ってきたのに寝ると。お疲れ様です、キャオさん。本当に。もうね、えー、ありがとうございます、うん。また明日おやすみなさい。ムーミン。アメニジさん。ゲーム会社、カジノ期待してると思います。とうん。まあ、でも、まああの、ゲーム会社っていうか、やっぱり一部でしょうね。えー、セガサミーとかね。 えー、好とか、うん、まあ、どうかわかりませんね。公明党どこまで自民党を当選させるために本気でやったのか。まあ、これはやっぱ大阪府議選の結果とかね、えー、松井、駿さん、松井さんの最終凱旋で三色気はためかせてた人がいたようで驚きました。あそうですか。何それ。何それ。もう 早々と寝返ったんでしょうかね。あの、学会の人が維新に。えいずれあの方々、カジの大阪市社長、顧問弁護士と、うん。ありそうですね、これ、ね。こたつの子さん、な、うん何か言ってるのか。えー、大阪自民党は前回の失敗を何も生かしなかった。えー、組織固め、えー、 ああ、これは自教共闘のね、異教共闘の間違いでしょと、と。いや、そんなことやってる暇があったら、あの、組織型見せえよっていうね。えー、ね大阪自民がやっぱりダメだと。うんまあ、だからね、これは言い方によっては自公が負けたっていうことでもありますからね、これね。あのー、いや、残念ではあるんですけども。 もうちょいちゃんとせえよっていう、ね、維新の最終日演説、あ、チャオさんのやつね、これ。えー、学会、えーね、三色旗がはためいてた、うん、えー、武藤さん、安倍のの立憲の橋本真奈さんね。うん、この方、ネットですごい人気。 ありました、ツイッターとかで、えー。なおさん、ムーミンパークいいです。えー、まあ、あの、ムーミンパークはね、入場料だけ払って、あと弁当とか持っていって、無料のとこだけ遊んだら十分いいんちゃいますかと。中で食べ物とか食べたらね、すごい金かかるらしいですよ。あの、2000円ぐらいは軽く一人、 飛ぶみたいですねちょ,ちょっとした食事と飲み物で、えー、だからもう近所の、えー、コンビニでねペットボトルのお茶とか <laughs> 弁当買って <laughs> 行くのがいいんじゃないですかこれ橋本真菜さんねこれいやだからこ今回立憲がどこまで取るかっていうのもすごい、えー、あの大阪で それね、今回、大阪で立憲がどこまで取るのかも、えー、注目な点ですね。うん、いや、大阪の立憲は組織がね、全然あれですかね。家事のあれ、悲観じゃないですよ、と。もうちょっと、だんだんあの、長文がちょっと読めなくなってきたんでね。<laughs> 棒読みちゃうんじゃないでね、申し訳ないですよ。入場規制するけど、緩いんですか、緩いんですか、これ。でも入場料がね、えー、どうなんかなっていう、総裁が一切協力しなかったら、組織も固められないと。うん、アメリカも万歳か、うん、なんかね。あ 花から大嘘安倍さん、菅さん、維新仲井、うんえー、自民共産党以前に自民党が割れてたっていうね、あのー、そういうのがあると思いますだって4割しか投票してないでしょ、出口調査で自民党が自民党のね、えー、推薦候補に。うんえー、少し離れてこの話、うん、都構想の自民党の2回目はおかしいと。うん だそこは公明党を反対したらいいんちゃうかなと思うんですけどね、えー、もう、なんていうんでしょうかね、これ、えー、公明党が日和のかね、やっぱり住民投票やむなしとなるのかですね、えー、それとも突っぱねてくれるのか、えー、その辺も注目ですね。まあ、大阪 市議選、えー、あの、不議選の開票がまだでしょう。これ9時からですかね、開票はね。<laughs> ダブル戦はもうしゃあないと、えー。これはもうある程度見えてたです。これね。えーまあ、の各社が全部接戦やったら可能性はあったかもしれませんけども、えー、そうじゃなかったっていうのがね。うん 不議会は過半数取るかもしれんけど、司会は全開並みとうん、そんなもんちゃうかなと、い、えー、うのがね、あのー、大体の人の予測ですよ。うん、でも、不議選でね、ちょっと逆転してほしいなっていう、あのー、一るの望みはあるんですけど僕はね、まだ。えー、不議会、えー、市議会で過半数取らせない、えー、っていうのがね、うん えー、アメリカ万歳、朝、大阪の火事の埋め立て地の、ま、夢島は、有致合戦で、あ、オリンピックのコーチになってたね。うん、あれ、自転車で未だに行けないんですかね、夢島ってね。車でしか行けないっていうね。なんやっていうね。えー、この間、自転車で夢島行こうかな思ったら、 あの道路が途中で切れてるんですよね橋がないんですよ <laughs>、えー、まあまあそれはね今回その万博とかですか道路作るんでしょうけども大石明子さん淀川区ですかアムネスさん、ね、東淀川で淀川区ですねまあどのどれだけ今日取るのかなといや大石さんもハードル 高いいと思います淀川区の,あのは高かったと思います、府議会の府議選の前回の結果を見るとね。うん、でもその大石さんが、まあ、当選したらすごいことなんですけども、どれだけ、えー、票を取るかによってですね、大石さんの次っていうのもね、えー、目は出てくるんちゃうかなっていうのは思います。夢島遠いと えー、正直、大石さん厳しい。いや、だ,だからね、あの、だからそんな、最初から勝つつもりで出たわけでもないと思う。逆に勝ったらいい。もちろん勝つ気で出てると思うんですけども、えー、それが今後の活動につながっていくっていうことが、まあ大石さんにとって、えー、大石さんとかね、大石さんの周りの人にとってはですね、いいことなんちゃうかなと。えー っていう見方を教えるんですけどね、僕はね。だから、決して今回だけの選挙で、えー、終わりや終わりじゃないみたいな、そういう判断はちょっと早いかなと。今後にどうつながっていくかということも、えー、ある程度長い目で、えー、見てあげたらいいんちゃうかなと。えー、大石さんもね、すごくいい候補やと思うんで。あ、万直子さん、ありがとうございます。青森市議の。 満徳ト子さん、ありがとうございます。おんです。地元の県議選、青森県議選もあるんですね、これね。えー、これも開票、まだ開票始まってませんからね、これね。<laughs> 言っておきますよ、まだ、どこも開票始まってませんからね、これ、ね。ア、ね、そうですね、それはそうです。ねそ、そうでしょう。あの、 一回の選挙のね、勝ち負けで判断っていうの見方をしてしまうと、それはね、なんか、あの、やっぱり長い目で見てあげる。えー、大石さんもまだまだね、若いですからね。えー、いや、も万が一当選したらね、すごいことですが大金星ですよ、これ。開票時間。大阪市長で出口調査、自民党支持層でも吉村さんの方が多いと。うん、ねえ。 なんやねんっていうね自民党大阪自民は何やねんっていう、えー、大阪自民は何やねん大阪への何やねんってう <laughs>、えー、梅田の地下ダンジョンまともなメールなのかと思うまあ大阪まあ だいぶ、マシにはなりましたけどね。えー、まあ、それでもね、まだ迷う人多いと思いますけど、うん、新宿も迷いますしね、新宿の地下道もね、梅田もだいぶ迷いますよね、初めて来た人は。武雄さん、こんばんは。IR 業者に鉄道分、九、えー、900億円出してもらった後々大変なことになると。民主主義英選挙結果のやり直しが効くことなんやと。 そのための野党ですからね、やっぱり勝った方が何でも決めれるというわけじゃないっていうね,ね、その中でやっぱその議会で論戦したりとかして、えーそのえー、与党の内容をチェックしてです、ね、修正させていくと、おかしいやないかと。えー 何でもかんでも数で決めるわけじゃないですよと。まあ、大元は、ね、あの大きいものは決めるかもしれませんけど。えー、申し訳ございまーん。YouTuber のモンブラーさんが選挙運動の模様をやってた。あ、そうですか。すごいですね。えー、大阪に来た自民国会委員演説、英格好な方ばかりとうんあ。国会議員は一応来たんですね。 大丈夫。不議会の監査はダメでしょう。市議会ももちろん無理、うん。市議会は難しいんちゃうかなと、と、えー。今回大阪市議選ね、ほんと前回現職やった維新の人が今回不出馬っていうのが結構いてるんですよ。七八にいてたと思うんですよね。うん、あの、宮古島、注目されてる宮古島区ね、大阪市議選の。あの宮古島区で前回維新やった人がですね、今回は出てないっていうね。 そこに維新が2人立ててる、ね。前回1人で、えー、トップ当選した方やったんですけども、ね、今回はその人は出ずに、えー、新人2人を立ててたと思うんですよね、維新はね。どうなんかなと。ダブル戦は予想通りだったと。えー、もうすごいね、もう皆さん、あのいろいろ、あの、 言いたいことがね、溜まってるんでしょうね、この結果についてね。<laughs> あのえー、とこさん反対の声があっても、丁寧に進めていくとかだったと、うん。今までどこが丁寧に進めてきたんやっちゅうね、ほんまに。えー、進めていけない事業をストップさせないといけないと。うん、議会でね、うん、所詮どれだけついたのか、前回と比べて。まあ、そうです、いや、それもちゃんとね、 えー、やっと開票始まったとこでしょ、今ね。えー、梅田道一本隔てた目の前になかなか行けなかった。そうそう、あのー、ヨドバシカメラに行けないっていうね。まあ、今ちょっとそれが改善されてエスカレーター乗って行けるようになったんですけども。よく言われるのがね、やっぱドラゴンクエストのね、あのー、自分のおる城の真ん前に竜王の城があると。 えー、そこに行くのはかなりいろんなことを経験していかないとたどり着かないっていうね、えー、もうそれと一緒っていうね大阪駅からヨドバシカメラに行くっていうのはなかなか大変なんですけどまあ今だいぶ変わってきてね、えー、あの梅田、えー、シティスカイビルでしたっけねあそこも、えー、地下から行くことなく地上から行けるようになったりとかして 森川さん、ダブル選挙ともかく、維新は不議会し、半数になってほしいと。えーえー、維新、維新の方んですかね。どうでしょうかね、これ、ねえー、最初のヨドバシ AT フィールドはひどかったと。本当、ヨドバシに行けないっていうね、えー。展示投票者に投票用紙、交付ミスと。えー、大阪、うん この東大阪の不議選っていうかね、これも気になるんですけども、えー、大阪自民はやっぱり利権かなと。いろいろね堺、堺市がちょっと危ないですね、こうなるとね。今度また、今、堺市長の竹山さんがね、かなり政治資金問題で追い詰められてますから、えー、これでもう一回堺商戦ってなると厳しいんちゃうかなとで。今日は堺市議選もね、 え、行われてるみたいで。うん、えー、まあ、この辺もすごく気になります。長崎の県議選も気になってきたと。うん、ちょ県議、ちょ、この統一地方選がね、ほんと気になりますよ、これ。えー、同氏名傾直後に当確出すぎですよね。しかも自民系行こう、大阪維新。うん。だから大阪も自民系に当確出るんやったらね、<laughs> まあいいかなと思うんですけど、本当に。なんで大阪は維新やねんっていうね。ほんまにね。<laughs> えー、池袋の地下もなかなか複雑。池袋もね、そうそう、池袋もこの間言った複雑でしたよ。あの、なんていうんですかね、こう、ちょっとだいぶ遠回りせてなあの、向こうに出られへんとか、そんなんあったような気します、ね 東京はやっぱりちょっと複雑やなっていうかね。何回か行ってやっとわかるようになってもしもこういう流れ、とこ図実現者かなり深刻だと思う。すごい気分暗かったけど、大阪の方が大変そうだとわかって、ちょっと不条気味と。ね、<laughs> どういうあれやねね、ほんまに <laughs>。大阪の方が大変やから北海道は良かったと。まあまあ、いや、北海道はでもね、あの、 まだ野党系、まあ、知事選は開きませんでしたけど、野党系強いですからね、参院、まあ、選とかはいいんじゃないですか、えー、ヨドバシカメラ、大阪駅、向かいの、うん、堺も気になる、全部気になる、全部気になるでしょ。コミューニターさん、大阪なんで範囲がまとまらなかった。うん、だから自民,自民支持層が、ね、固まりなかったんじゃないのか。 えー、個人的に松井さん吉村さんが嫌いというわけじゃない石の政策や根本的で論のが駄目なんですと、うん、確かにね、うん、いやでもねほんとその何て言うんですかまあそれはもう現職が強いっていうのは当たり前なんですけどもやっぱその個性っていうのをねもっと、えー、打ち出すやり方っていうのはいい もっとそっちに力を入れていった方がいいんちゃうかなっていうのは僕はいろんなね、他の政党にも思いますけどね。えー、がっかりしてコメントもできない。はやさん、えー。ダブル戦、ダブル落戦期待してたけどと、うん。ね、まあそういう人多いと思いますよ。まあ維新のね、応援してた方も聞いてあると思うんですけども、まあほとんどコメントいただいてる方は <laughs>、あの <laughs>、 <laughs> そうじゃない方の人が多いっていうね <laughs>。あの、<laughs> 思いますけど <laughs>。えー、都会駅ビルとかあって地下道もあり、複雑、大変、あんた側に行くのが大変です、ねと。うーん。本、え、当、ー、ね、だから、あの、なんか徐々に開発していってるから、そういうことが起きるんでしょうね。えー、横断歩道がちゃんと作れないとかね。長崎県議選は立憲が新人2人。えー こまだ決まってないですよね、これね。えー、共産現象一人、新2人二人。北海道地位選、神奈川地位選どちらも自公推薦、がっかりと。神奈川って黒岩さんですよね。やったと思いますよね。うん、まあ、あれはもう民でも分かりますもんね、これね。お公民に対する、大阪は公民に対する恨み、ルサンチマンがすごいと。 なんかいやだからそれだけ大阪もその貧困っていうかねあの、貧乏人が多くなったんちゃいますかやっぱり。それはデータでも出てたと思います、えーまあそういう意味ではね、まだ沖縄っていうのはまだ民主主義があるなっていうかね、あのまあ、辺野古問題っていうのがあるからなんですけども、えー、思いますね,なんかね。大阪、大阪と変わると思ってる人今ある。 うん、大阪市はねあ、うん、そうそう、特別区にするだけでね。ミキさん、あるとうございます。北海道民衆王国と言われていると。北海道はその知事選になるとね、あのやっぱり、えー、票が、ね、自民、自民、公明に負けますけども。うん 参院選とか、衆院選とかそこそこ取ってたと思います。議席もあったと思いますよ。有権者に当事者意識がないとダメですと。議員も、議員も特別公務員ですよ。議員も公務員ですよ、これね。いや、わからんな、っていうかね。うん。いや、ちゃんと、その、ね、市民のために、 あのやってくれたらね、別にいいんですけども。いや、そうじゃないから、あの、やっぱり維新政治はダメだとかね、そういう、まあ自民党もダメだと、えー、いう声が、あの、あると思うんですよね。うん、まあまあちょっと、えー、まただ,だんだん、えー、パソコンが重くなってきたんで、一回ちょっと、まだちょっと県、県議選、 えー、統一地方選ですね、えーまあ、その辺をちょっと、えー、パソコンがごっつ重くなってきたんでね。まあまあ、えー、知事選って最後まで与野党相乗りでしたね、変化起きてますと。うん、ねえ、有権者に当事者意識はないとだめです。うんで やっぱり徐々に変わってきてるんですよね、やっぱり。えー、神奈川は、えー、お持ち大すぎてむなしいと,、えー、ということで。ちょっとね、パソコンが重くなってきたんでね、えー、パソコンが <laughs> 重くなってきたんで <laughs>、一回終わります、重く。